遅くなりましたが明けましておめでとうございます。年末年始で空になった冷凍庫を埋めるべくまとめ買いをしてきました。価格からはみ出ている商品を含めて8100円の冷凍ストック特集です。野菜や食材を冷凍する時の切り方や調理方法、期限をまとめてご紹介。料理の時短はもちろん賞味期限を延ばし節約ができます。それでは行きましょう。ラベルを貼って準備します。保存袋に直接記入しても OK です。量が多いので今回はラベリングはこれだけです。いくつか袋をバリエラにセットしたら始めていきます。ブロッコリーは汚れが取れにくいので袋の房のところだけ水にしっかりつけてシェイクして洗います。水気をしっかり切り取ってから房を切る。茹でると水分が出やすいので生のままで冷凍します。調理するときは解凍せず凍ったまま加熱調理をしています。房を切ったら芯の部分もスライスしていく。周りを削いで切り落としをする。この部分も野菜炒めや肉巻きにしたり茹でても美味しいです。今回は長方形にカットして保存していきます。1房分が大きいものは半分に裂いて食べやすくしておきます。最後に優しく水分を拭き取り詰めていきましょう。バットで急速冷凍して凍った後はほぐしやすくするため余裕を持たせて封をします。芯部分は平らにして金属バットに乗せてから冷凍する。厚みが薄い方が早く冷凍ができます。冷凍後1ヶ月日持ちします。続いてアスパラは根元の乾燥している部分を切り取ったら半分から下はピーラーで剥いていきます。あとは使いやすい大きさにカットしてキッチンペーパーで水気を拭き取ります。これも生で冷凍するので空気を抜いて平らにします。使うときは冷凍のまま炒め物や肉巻きに。レンコンは皮を剥いて 0.5 センチから1センチの厚みでカットします。私は今回 0.5 センチの厚みでカットしてます。お酢大さじ1と水を足して浸す。変色を防いでから水気をキッチンペーパーでしっかりと拭き取りフリーザーパックに入れます。封をするときに平らにしてください。空気をゆるーく抜いてから冷凍庫へ保管します。グリーンレタスはスープ用の冷凍とサラダ用の冷蔵でストックします。水切りをしたらキッチンペーパーで拭き取りをして繊維に沿って手でちぎっていきます。これもバットに置いて急速冷凍をしてください。レタスの卵スープなどに使うときに冷凍のまま鍋に入れます。サラダ用は水分をしっかり拭き取りキッチンペーパーで優しくくるんで袋に詰めて冷蔵庫に保管します。 2,3 日美味しい状態が続きます。長ネギは根元をカットして使いやすい大きさにカットします。2本分カットしたらランダムに1回分ずつラップに包み袋に詰めて冷凍します。使いたい形にカットして凍ったまま加熱して使います。人参は厚く切ると乾燥しやすいので千切り、いちょう切り、短冊切りがおすすめです。使うときは凍ったまま加熱させて使います。きんぴらごぼうやお味噌汁、炒め物スープなどに使えます。袋に詰めたらゆるく空気を抜いて冷凍庫へ保管します。トマトはヘタを取り、中心部に包丁を入れて取り出したらヘタを下にしてラップに包んで冷凍します。凍ったまま水につけるときれいに皮がむけます。スープやミートソースが向いています。ほうれん草は根元からしっかり洗って水気を切って乾燥させるのがポイント。半分はおひたしにするので食べやすい大きさに切って詰めたらめんつゆ大さじ 1.5 とお砂糖大さじ1弱入れたら揉み込んで冷凍します。解凍するだけでおひたしが出来上がります。もう半分はストックにしておくのでこのままカットしてラップで包み冷凍します。えぐみが気になる人は茹でて水気をしっかり切ってから冷凍してください。調理は凍ったまま炒め物やスープにして加熱させましょう。1ヶ月保管できます。ピーマンは冷凍することで繊維を壊すので苦みを取ることができます。パプリカも買ってきたので両方カットしてヘタと種を取り除いていきます。生のままですが固茹でしてから冷凍すると臭みが取れます。水で洗ってしっかり水気を切り、切り方は乱切りでも細切りでも千切りでもお好みで構いません。冷凍するとシャキシャキ感はなくなってしまうので、ナポリタンなどに我が家は使います。あとキッチンペーパーで押さえてから袋に詰める。冷凍後はしっかり解凍してください。凍ったまま加熱して調理します。油揚げは油抜き不要のものを買って冷凍しています。お味噌汁などによく使うので冷凍しておくと便利です。使いやすい大きさに切って小分けにしてから冷凍します。ヨーグルトはパックのまま冷凍します。プレーンのヨーグルトは分離してしまうので砂糖を加えてから冷凍してください。解凍は常温で解凍するかシャーベットにしても美味しいです。納豆は冷凍しても風味や納豆菌が死滅することがないので冷凍に向いています。空気が入らないようにラップで包んでからフリーザーバッグに入れて冷凍します。解凍は前日に冷蔵庫に入れて解凍します。納豆が好きなので多めに買ってきて冷凍させておくといつでも食べられます。焼きそばは日曜日のお昼によく作るんですが、日持ちがそこまで長くないので冷凍しておきます。小分けパックから包むと乾燥が防げるので空気を抜いてフリーザーバッグに入れて冷凍します。解凍は冷蔵庫で自然解凍するのがおすすめです。3種類とも冷蔵庫に保管します。バターの開封後の賞味期限って意外と短く、2週間しか持たないので使う分だけ取ってあとは小分けにして冷凍しておきます。少し常温に戻してからカットしてラップに置いていきましょう。小分けが面倒な時は半分にカットして包んでも大丈夫です。バターは光にも弱く酸化しやすいので銀紙もしくはアルミホイルに包み保管するのがおすすめです。解凍ですが使う時に冷蔵庫に入れて解凍します。アルミホイルは今回これだけですが、お肉の保管の時も包むと違い冷凍焼けしづらくなるのでぜひお試しください。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。もやしはパックごと冷凍してもいいんですが、ちょっとだけ裏技です。洗って水気を切って布巾で拭き取るとパリッと食感が少し残ります。入れる時もわざとぐしゃっとしてから入れることで冷凍後ほぐしやすくなります。空気を抜いて冷凍庫に保管します。しそはよくしならせていたので冷凍していきます。洗ったら布巾で水分を拭き取り、茎を切って巻いたら刻んでいきます。できるだけ細めに刻んでいきましょう。もやしと同じように袋に入れたら軽く混ぜてほぐしてふわっと入れます。あとは空気を抜いて冷凍庫に保管します。パスタやドレッシングにおすすめです。にんにくはそのまま冷凍できますが、カットしてから冷凍しておくと使う時にとっても楽です。根を取ってスライスしてから平らにして空気を抜いて冷凍庫へ保管します。もう半分はみじん切りに。ぶんぶんチョッパーで楽に多めにみじん切りをしたら袋に詰めていきましょう。薄く平らに伸ばしたら使う分だけお箸で分け目をつけておくと凍った後使う分だけ取り出しやすくなります。あとはそれぞれバットに置いてから冷凍庫へ保管しましょう。ウインナーも冷凍すると賞味期限が延びます。ラップに包んで袋に詰めるだけなので多めに買った時は冷凍庫で保管しておきます。使う時はレンジで10秒から20秒温めて使います。急速冷凍すると食材の傷みを最小限に防ぐことができるので、紹介した食材はバットに入れて急速冷凍してください。次は今月の購入品をご紹介します。これご存知ですか？ニトリの絞れて丈夫なペーパータオル。布に近い繊維状のペーパーだから破れにくく吸水性もあるので、サラダを拭いたりして活用した後絞ると再利用できます。再利用するときは破れにくいので絞って拭き取りでもいいし台拭きに使用しても使えるのでとっても便利です。初売りで今年初めに買ったもの、ツビリングで包丁ですが、実家に帰省中に母の包丁を借りたら形が使いやすくて真似して買いました。特徴的な形なので野菜を切るのにスライドしやすい設計です。まだツビリングを使ったことがない方はぜひおすすめです。福袋で2つ入って9000円と 40% オフになっていました。包丁収納がずっと欲しくてニトリに行った時にマグネットタイプの収納を購入しました。薄型でマグネットなのでシンクが狭い我が家に向いているので気に入って使っています。ソーダストリーム、今更ですが購入しました。炭酸ジュースが大好きなファミリーにおすすめです。お水が強炭酸になると不思議とお水に甘みとまろやかさが出るのでカロリーを気にせず炭酸水を楽しめるので子供が喜んでお風呂上がりに飲んでいます。むくみが減ってダイエットにもとってもいいのでおすすめです。これはいつも愛用しているニトリの三つ星スポンジ。泡切れ泡立ちどちらも満点で洗い物のストレスがなくなるので手放せません。まだまだ使ったことない人はぜひお試しください。野菜冷凍ストック参考になると嬉しいです。今年も元気に楽しく過ごせますように。そして皆様にお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。